個を超えろ Believe。 仙台育英学園は1905年加藤力地先生が開いた育英塾から始まりました。創立100年を超える今も見学の精神が息づいています。現在は宮城野キャンパスと多賀城キャンパスに合わせて7つのコースがあり、今年度は1048名が入学しました。各キャンパスには学習に集中できる環境と最新のスポーツ設備を完備し、個性豊かな人材を育成しています。他にも教育用ウェブ会議ツールクラスフォーズームや情報共有アプリスラックを導入するなど、オンライン授業の可能性を広げ、場所を問わず円滑な学習を進められる環境づくりに力を入れています。修講コースでは国際的な教育プログラム国際バカロレアにより生涯にわたって学び続けられる人材育成を目指します。探究型学習で基礎学力はもちろん、自ら課題を見つけ解決方法を考え実行する力を養っていきます。2年次からは個々の進路に合わせ3つのプログラムに所属できます。1つ目は国内外の大学進学を日本語と英語の IB 教育によって目指す DLDP。 2つ目は海外大学を中心に大学進学を英語の IB 教育によって目指す ELDP。 3つ目は医師薬系大学への進学を目指す MAP です。 MAP では在籍生徒を対象に医師薬系の体験を重視した特別講座メディカルコラボを実施しています。他にも東北大学などと連携した理科実験講座サイエンスコラボで生徒の視野を広げ科学的探究心を育てています。少人数制のため教員が生徒一人一人の学習や進路に親身に寄り添えることも修講コースの大きな特徴です。特別進学コースでは整った学習環境によって国公立大学難関私立大学への現役合格を目指します。朝や放課後の学習会土曜授業など豊富な学びの機会を確保しているほか、探究型学習の特進アクティブプログラム TAP を実施、国際バカロレア教育の一部を取り入れながら課題設定力思考力プレゼンテーション能力英語でのコミュニケーション能力の向上など教科を横断した学びを得られます。2022年度からは学校内にスクールトーマスによる個別指導塾を設置し、個々のスキルに合わせた学習を支援します。また東北大学などと連携した理科実験講座サイエンスコラボで科学的探究心を育てているほか、医師薬系大学志望者向けのクラスMAP では医師薬系の体験を重視した講座メディカルコラボを受けることができ、専門分野の知見や実力を養っています。将来トップリーダーとしての活躍を目指す方、第一志望の大学への合格を志す方、将来の選択肢を広げたい方をサポートします。外国語コースでは国際色豊かな独自のカリキュラムで海外大学難関私立大学への進学を目指します。中国語韓国語スペイン語からコース全員が選ぶ第二外国語の履修、ネイティブの教員による少人数授業、通常科目を英語で学ぶイマージョン授業やトーフル、アイエルツなどの語学検定講座など、多彩な語学力強化プログラムで多言語を運用する能力を身につけます。他にも茶道や華道の日本伝統文化の学び、コースに在籍する留学生との日常的なコミュニケーションから相互の文化への理解を深めています。さらに
海外研修や海外留学への参加。2022年度からスタートしたスタンフォード大学スパイスとの共同開発講座、スタンフォード E 仙台育英などグローバルで高度な学びを展開しています。2年次から国際的な教育プログラム国際バカロレアのうち、希望者は全ての科目を原則英語で学ぶ ELDP を受講できます。日本語と英語で学ぶ DLDP は修講コースと連携して行います。外国語コースならではの国際的な学習環境で、国際的感覚、国際理解力、言語コミュニケーション能力を磨き、世界で活躍できる女性リーダーを育成します。英進進学コースではサーバントリーダーシップを発揮する人材への成長を視野に、国公立大学、私立大学への現役合格を目指しています。サーバントリーダーシップとは、まず相手に奉仕し、その後相手を導くという考えから生まれた支援型リーダーシップです。探究型学習、マイプロジェクトによるオーナーシップ教育や、ハーバード大学式のリーダー研修を導入し、奉仕者としての自覚と素養を育んでいます。2年次からは進路に応じたクラス編成を行い、学習レベルに応じた英語4技能トレーニングを実施することで、生徒個々の進路の幅を大きく広げています。英進進学コースでは生徒全員にタブレットを配布し、授業内容の配信や課題の配布と提出、オンライン授業に活用するなど、学習の効率化で進路の達成と豊かな高校生活の両立を実現します。情報科学コースでは情報技術のエキスパートを育成し、 ICT 関連の大学や専門学校への進学を目指しています。3年間で情報に関する知識や技術、生涯にわたる探究心を身につけ、 ICT 実行力を育みます。日々の学習から PC を使用しており、電子教科書のほか、プレゼンテーション、レポート作成などにも活用されています。授業ではプログラミング言語やホームページの作成、アプリや AI プログラミングについて深く学び、グローバルライセンス MOS や情報処理検定試験といった資格取得を支援しています。東京の電子専門学校からオンラインで学ぶ e スポーツ講座では、最先端の e スポーツをよく知る学生との交流を楽しみながら、知識や技術を深めることができます。これからの時代に必要不可欠な情報技術を磨き、デジタルトランスフォーメーションをリードする人材を育成します。フレックスコースでは、全国トップレベルの部活動に励みながら、総合型選抜、学校推薦型選抜に対応できる実力と実績を身につけ、大学進学をはじめとする進路の達成を目指します。高校3年間の文武両道を高いレベルで実現するため、学校独自の科目を多数設置するなど、コースオリジナルのカリキュラムで全面的にサポート、遠征先で授業や課題に取り組むことのできる環境を整えているほか、学校設定科目の授業の中で漢字検定、英語検定、ニュース時事能力検定などの資格取得にチャレンジできる体制作りにも力を入れています。また理学療法士や管理栄養士などの専門家を招き、スポーツメディカルの授業を開くなど、スポーツを総合的に学べる機会を提供しているのもフレックスコースの特徴です。生徒の個性や自主性を尊重しながら、深く考える力を養い、国際的に活躍するトッププレーヤーを育成します。技能開発コースでは、専門的な講座で経験を積み、専門学校、大学への進学や技能適性のある業界への就職を目指します。人気職業の選択講座を数多く設置しており、オンラインショッピングモールを運営する仙台学び屋をはじめ、
製造から販売までを体験するパティシエ&ベーカリーや幼児・保育基礎講座、自動車整備技術、トリマー講座など専門的な学びを得られる機会を用意しています。就職活動支援にも力を入れており、就職先としては公務員、建設業、製造業、卸売、小売業など多岐にわたります。一般教科に各種検定を採用しているほか、進路の多様化に対応できる科目や資格を毎年見直すことで社会で求められるスキルの習得をサポート。個々のスキルや希望に寄り添い、進学先や就職先でリーダーシップや高度なパフォーマンスを発揮できる人材を育成します。仙台育英学園では2023年度から制服を一部新規導入し、一人一人の個性に合わせた選択肢が広がりました。このほか個々の多様な学びを広げるため、ハワイなどの海外研修やカナダなどの姉妹校との留学プログラムを用意、進路達成に向けた幅広い経験を積むことができます。さらに国内の大学数のおよそ3分の1にあたる255校1392名分の指定校推薦枠や、海外協定大学324校の指定校推薦枠も獲得。2022年度からは生徒が情報を登録することで海外2000校以上の大学からスカウトされるシステムも導入しています。2022年度の大学合格者数は1084名で、進学希望者の 90% 以上が現役合格を果たしています。さらに就職希望者の就職率は毎年 100% を達成している実績があります。進路の選択肢を広げ、未来を後押しする環境がここにはあります。こう超えろ、信じる道の先へ、ビリー仙台育英学園高等学校。